この前やったあの新年会みたいなやつ月一でやりたいんやけど。いいですね。いや、行きますよ、僕は。時間がないわ。ほんまに？畑さんが怒ってるから。怒ってやりたいよ。いや、楽しかったよ。楽しかったな。うん、楽しかった。いいな。あの、50cc のやつとかやりたいよ。楽しかったよ。いや、まあ、50cc とかバナナも楽しかったけど、うん、ぶっちゃけガチでやったプルスとかが一番楽しかったな。そうね。なんだかんだ。フォーマンだけ急にガチガチやったからな、うん、あ、まあフォーマンもあったか、そうか、あ、てかフォーマンか、そう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 、あれが一番楽しかったな。やること多いな、桃鉄も結局俺誘ってないし。ああ、確かにあったね。1月中にやりたかったのに。あったね。あれ、なんか1月中にやらなかったらなんか言ってなかったっけ。いやいやいや、まさか。あれ、こうして、いや、次のどうしよっかな、新年会の続き。あ、前やったな、別に面白かったから、そのままでもいいしな、メンバー変えるだけ変えて。うん。次はプルスとかタックとかフォーマンスで全部やってほしい。ああ、ありかも。いろいろ、特回、引っ返しながら。はいはいはい。確かね、前回ガチでやったのフォーマンだけやから。うん。いろいろ回しても面白いかも。ちゃんと上げときます。おお。いや、ちゃんと畑さんのスケジュール確認して、空いてないところだけ誘うから。最悪だ。嫌い。お、1、3、いいね。こんなもんいいよ。尊厳すぎる。またそこ弱い。いや、やばすぎ、本当に。いや、その強さやったら、ちょっと次回の集まり呼べないかな。なるほどね。何しようかな、じゃあね。ブラトゥーンでもやってるから。開催日時だけ伝えるわ。ああ。開催日時だけ。呼びはしない。そう、指足この日やるよって。よかったら見てねーって。もう伝えないでほしい、それなら。